はいウスあの最近クラブハウスっていうその音声アプリが流行っていて。 で、まあ、ちょっと参加して聞いてみたんですけど、僕やっぱああいうの苦手なんですよね。インスタグラムも僕、その、面白いと思えない派なんですけど、素人のどうでもいい人がなんか、一生懸命喋っても、聞くだけ時間の無駄じゃないですか。インスタグラムとかも、なんかその素人のなんか、私おしゃれですとか、俺かっこいいみたいな写真見せられても、別に何の情報量もないので、その、前にあの、アラブの石油王のインスタグラムも面白いよねって言ったんですけど、アラブの石油王 石油王だとあアラブの石油王ってこんなもの買うんだみたいのが見えて面白いんですよね。そのペットとしてラライイオオンンうみたいなあライオンって売り物なんだみたいななっっててもいいいいんだへーみたいなっていう面白さがあるんですけどなんか所詮素人の写真もそうなんですけどその素人のべしゃりも別にそんなに面白いと思えないんですよね。でまあ知り合いが喋ってるのはあの単純にその人が面白いと思ってるんで「へえ」と思って聞くっていうのはあるんですけどクラブハウスで結局その,あのメイン素人じゃないですか。 だから、んで、聞きに行くまで面白いかどうかわからないので、なんか別にいちいち素人の話聞いてもしょうがねえよな、というふうに思うんですけど、と言いつつね、あの僕もあの話素人なんで、あの、酒飲みながらこう、今聞いてる2000人の人に何言ってんだろうって感じですけど、すいません、面白い話ができなくて。